皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回はこちらベベーン、セミアコの魅力ということで、私が大好きなこのセミアコースティックギターというタイプのギターの話をつらつらとさせていただこうかなと思っております。まあ名前がね、謎ですよね。セミアコースティックギターってなんかエレキギターなんだか、アコースティックギターなんだか、そしてセミって何よみたいな感じでちょっと名前が大渋滞していることは非常に否めないところではあるんですけれども、一応エレキギターの仲間です。エレキギターっていう 大まかなジャンル、カテゴリーがあって、でエレキギターの中でもね、この空洞があって、で空洞の真ん中のところにイナーシャルブロックっていう木材、なんかそういうブロックがあるんですけどもね、木材が仕込まれているものがいわゆるセミアコというものです。ですごく似てる種類としてフルアコースティックギターというギターもあるんですけれども、フルアコの場合は同じように空洞になってるんですが、真ん中にイナーシャルブロックっていうね、その木材が入ってないものが、フルアコになります。だから空洞になっててイナーシャルブロックが入ってるか入ってないかでフルアコ、セミアコが決まると、そんな感じのカテゴライズです。でそのイナーシャルブロックっていう木材が入っていると何がいいのよという話になりますと、まあ、単純に強度が上がるんでハウリングしにくくなるんですよ。フルアコの場合はね、大きな音をバーンって出したりとかするとすぐにハウリングしちゃったりとかするんですけども、セミアコの場合はハウリングしにくいから、まあ、バンドで大音量バーンって出しても、エフェクターとかアンプとかでちょっと歪ませたりとかしても、まあ、ハウリングしにくいと。まあソリッドギターに比べると全然しやすいんですけどね、でも全然フルアコに比べるとハウリングしにくいっていう感じなので、まあフルアコの弱点克服バージョンみたいな感じの、なんかそんな感じの立ち位置でございます。でサウンドの特徴としてはやっぱりこの空洞があることによってですね、ピッキングのニュアンスとかバイオの出方がですね、すごくメローでエロくて、なんか優しくて、すごいこの甘い感じになったりとかするんですよ。ちょっと弾いてみるとこんな感じの音です。ピッキングのニュアンスがすごい、このピッキングのコワッてした感じがもう弾いててむちゃくちゃに気持ちいいんですよ。ちょっとこのピッキングのニュアンスがバッチリ出るように弾いてみましょうか。こんな感じのサウンドでございます。お楽しみくださいませ。どうぞ。感じのサウンドです。めちゃくちゃ良くないですか。今アンプにつないで何もエフェクトとかけてないんですけどね、本当もうそのもうギターの素の音ですよ。めっちゃ良くない弾いててすげえ気持ちいいんですよね。で今ピックアップがリアっていう、こっち側のピックアップだけで出力をしているんですけども、このフロントにした時もですね、またこう秀逸なんですよ。鳴らしてみましょう。おっ、そのコンプレッション感って言い方するんですけどね、このね、なんかこうって感じの、
がいいんですよね。すげえ弾いてて気持ちいい。この副音なんかこの和音弾いた時のこのなんかこういいっすよね。すいません、遊んでるだけですいませんで、これをね、今トーン全開なんですけどちょっとこう絞ったりとかするとまたこうね、エロさが増すんですよ。感情のサウンドでございます。もうアンプ直で弾いてるだけなんですけどね、こんな感じでエフェクターいらずな感じですごくいいサウンドが楽しめちゃったりとかするわけなんですよね。でもちろん先ほどお伝えした通りバンドとかで使うこともありますし、歪ませて使うこともあったりとかします。でこの歪ませた時もですね、またこのいい塩梅なんですよ。ちょっとやってみましょうか。軽く歪ませて、Thank you.
こんな感じの音。フロントにしてももちろんいい感じです。フロントにして、トーン全開にして、このすごいこのね成分がむちゃくちゃ気持ちいい感じ。これね、まあ弾いてるとねむちゃくちゃいいんすよ。すごいこのうわーって感じのうわーみたいな。でまあやっぱりこういうねセミアコタイプのギターで少し沈ませて、まあ有名なギタリストといえばやっぱあの人ですよね、この。わかりますでしょうか、このクワッてした感じの、サウンド。これがねもう歪ませなくても気持ちいい、歪ませても気持ちいいですし、なんかすごいこのいい感じなわけでございますよ。でまあ中が空洞なギターのことをそのホロボディとか、まあ、セミアコとかフラコとか言ったりとかするんですけども、まあ、やっぱりこう共通のこの甘さ、トーンみたいなのが、あったりとかします。まあ有名なところでいくとすると、まあ、フェンダーの、新ラインとか、あれ上が空洞になっていて下がソリッドっていう感じの半分、あれセミホロとか言ったりとかするのかな、ホロセミホローボディとか言ったりとかするんですけども、あれとかもやっぱりねこういう感じのなんかこう甘いというか、なんかこの豊かというか、なんかそんな感じのトーンがするんですよね。で個人的にですよ、なんか不思議だなって思うんです。だってギターってさ、ほらこのピックアップっていう装置を使ってさ、この電気の信号、まあ、電磁誘導って言い方するんですけども、この金属が触れることによって磁力が発生して、その磁力を電気信号として取り出して、でそれをこのアンプで再生してるだけなのにさ、だからこの弦とピックアップのこの関係性でしかないはずなんだけどね。なんかそのピックアップが向かってるボディが、まあ木、まあ、つまりソリッドギター、その1枚木だったりとか、まあ、こんな感じでホローボディとかね、その空洞ができたりとかするだけでも全然聞こえ方変わるのね。これまあもちろん説明はできるんでしょうけどもね、なんか個人的になんでなんだろうってすげえ思うんですよね。なんでなんですかね。まあもちろん調べれば答えはあるんでしょうけども、全然イメージがつかないというか、なんでそうなったんだみたいな、なんか不思議な世界ですけども。まあそう考えるとですね、まあネックとかもそうですけどね、なんか普通にローズ指板とかメープル指板とかいろいろありますけどもね、なんで弦とピックアップの関係性の話なのに指板関係あんのよと。フレットとかまあいろんなものがあるけどもね、そのフレットももちろんサウンドに影響するわけじゃないですか。なんでよと。ナット、サドル、まあ弦高はね、弦そのものの音だからまあいいとしてさ、なんかいろいろこう考えていくとすると、なんかエレキギターってすげえ不思議な楽器だなって感じがするんですよね。まあとりあえず今回はですね、私が持っているセミアコの中でも、ヤマハのやつと東海のやつがあるんですけども、ちょっと今日は久々に東海の方に登場していただきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ少しでもですね、ちょっとこの、ああ、セミアコいいなーっていう風な思いが伝われば、嬉しいなと思っている次第でございます。またね、うちのお店、歌いストカフェに来ていただければ、別にこのギターとかはね、全然触っていただいて大丈夫なので、もし楽器に興味があって、セミアコ持ってないけどもね、セミアコ触ってみてみたいな感じの方がいらっしゃったら、ぜひあのカフェの営業の時に遊びに来ていただけたら、嬉しいなというところでございます。はい。ちなみにこのギターは東海の ES185 というギターでございまして、本当もう10年前ぐらいにですね、
Facebook でお友達になってくださった方がですね、武田さんよかったらこのギター処分しようと思ってるんで使えますかっつって、実は譲っていただいた、ギターなんです。ちょっと私 Facebook のアカウントをねいつだか消してしまったんで、なんかもう DM がうざったくて大して見ないし消してしまったんで、その方とも連絡取れなくなっちゃったんですけれども、本当にもうありがたく今でも使わせていただいております。ありがとうございます。まあそんな感じで皆様もぜひこのセミアコ、持ってない方もですね、興味がある方もですね参考にしていただいて、いろいろとねこのギターの楽しさに触れていただけたら嬉しいなと思うところでございます。はい、ではそんな感じで終わりにさせていただきましょう。何かご意見ご感想リクエストその他もろもろがありましたら、あずっと扇風機映ってた、これすごい邪魔くさかったですね、すいませんサウンドハウスの扇風機充電式ご意見ご感想リクエストその他もろもろがありましたら、ぜひお気軽にコメントに残していただけたら幸いでございます。それではそんな感じで終わりにさせていただきましょう。今日も動画の視聴最後までありがとうございました。さようなら、グッバイ、じゃあね。